さあ、ゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら、18頭が飛び出しました。先行グループからまず見てまいりましょう。先手を取ったのは6番アイクロビロンテ、2番ネイションパブル、1番人気の新年から、さあ気合いはどうなんだ。それからホームプロ3で、まもなく第1コーナー、内から1頭、3番エコロバルツ、そして6番手に13番ヤスティンミラノ、ヤンパルマンタルが並んでいます。第1コーナー、右にカーブを取って、第2コーナー、それから16番ダロンデサイル、12番ゴスモキランダ、それからもう1頭、シリウスポルト、そのうちに1番サンダイフリーパング、さあ、向こうの足に入りました。その外にミスターディーティー、そしてその後ろから15番サンダイザース、外を取ってウォーターリフト、その内からは10番レガレイラ、ウタランフィーストがその後ろ、それから17番ビザンチンドリーム、そして内からはアーバンシップ。これが先頭、6番アレクロビランテであります。そしてもう1頭、2番ネーションタバル、14番新年からオレンジの帽子に生身で入れています。11番ボーブロサンゲ。さあ、栄冠を狙う優秀に中山の最後の坂が立ちはだかります。新エンペラーは3番手といったあたり、抜けた抜けた、2番名称たばり、新エンペラー懸命に追う、外から懸命にアレグロブリランテ、頑張る頑張る浜中と名称たばり、外から1頭レガレリラ、レガレリラが3番手、サンライザース1着、サツキ賞、勝ったのは15番サンライザースだ。